3、家。ジョバンニが勢いよく帰ってきたのは、ある裏町の小さな家でした。その三つ並んだ入り口の一番左側には、空き箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって、小さな二つの窓には、ひよーいが降りたままになっていました。おっかさん、今、帰ったよ。具合、悪くなかったの？ジョバンニは、靴を脱ぎながら言いました。ああ、ジョバンニ。お仕事がひどかったろう？今日は涼しくてね。私はずっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を登っていきますと、ジョバンニのお母さんがすぐ入り口の部屋に白いきれをかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。おっかさん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前、先にお上がり？あたしは、まだ欲しくないんだから。おっかさん、姉さんはいつ帰ったの？ああ、3時頃帰ったよ。みんなそこらをしてくれてね。おっかさんの牛乳は来ていないんだろうか。来なかったろうかね。僕、行って取ってこよう。ああ、あたしはゆっくりでいいんだから。お前、先にお上がり？姉さんがね、トマトで何かこしらえて、そこへ置いていったよ。では、僕食べよう。ジョバンニは、窓のところからトマトの皿を取って、パンと一緒にしばらくむしゃむしゃ食べました。ねえ、おっかさん。僕、お父さんはきっと間もなく帰ってくると思うよ。はあ。私もそう思う。けれども、お前はどうしてそう思うの？だって、今朝の新聞に、今年は北の方の漁は大変良かったと書いてあったよ。はあ、だけどね、お父さんは、
寮へ出ていないかもしれない。きっと出ているよ。お父さんが監獄へ入るような、そんな悪いことをしたはずがないんだ。この前、お父さんが持ってきて学校へ寄贈した大きなカニの甲羅だの、トナカイの角だの、今だってみんな標本室にあるんだ。6年生なんか授業の時、先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。おととし修学旅行で、お父さんはこの次はお前にラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うとそれを言うよ。冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うの？うん。けれども、カムパネルラなんか、決して言わない。カムパネルラは、みんなが、そんなことを言うときは、気の毒そうにしているよ。あの人は、うちのお父さんとは、ちょうどお前たちのように、小さい時からのお友達だったそうだよ。はあ、だから、お父さんは、僕を連れて、カムパネルラの家へも、連れて行ったよ。あの頃は良かったな。僕は学校から帰る途中、たびたびカムパネルラの家に寄った。カムパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを7つ組み合わせると丸くなって、それに電柱や信号表もついていて、信号表の明かりは汽車が通る時だけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなった時、石油を使ったら釜がすっかりすすけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれども家中まだシーンとしているからな。早いからね。ザウエルという犬がいるよ。尻尾がまるでほうきのようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずっと街の角までついてくる。
もっとついてくることもあるよ。今夜は、みんなで、カラスウリの明かりを、川へ流しに行くんだって。きっと、犬もついていくよ。そうだ。今晩は銀河のお祭りだね。うん。僕、牛乳を取りながら見てくるよ。ああ、行っておいで。川へは入らないでね。あ、僕、岸から見るだけなんだ。1時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カムパネルラさんと一緒なら心配はないから。ああ、きっと一緒だよ。あ、お母さん、窓を閉めておこうか。ああ、どうか。もう涼しいからね。ジョバンニは立って窓を閉め、お皿やパンの袋を片付けると、勢いよく靴を履いて。では、1時間半で帰ってくるよ。と言いながら、暗い戸口を出ました。